失礼しますおはようございますよろしくお願いします名古屋工業大学の平田昭正教授人流や気候に加え SNS 上のキーワードなどのデータを AI で分析しこれまで新型コロナの感染者数を予測してきました 五類以降で感染者数の報告が一週間ごとになり情報量は減りましたが予測の精度は移行前と同じ80%ほどを保っているそうですそんな平田教授の AI は今後の感染者数をどう予測しているのでしょうか5月の中旬ですねやはり少し増えるという予測をしていましたこちらは 東京都ののコロナ感染者数の AI 予測青線がマスク着用率20%、点線が50%、赤線が個人の判断に委ねられる前の状態で表されています5月の中旬以降、少し皆さんの活動が落ち着いてきますので、横ばい、あるいは場合によっては下がる可能性があります。 また大きな波が来るなっていうのはあるんですか。免疫を回避する力が強いということがなければ、急激な変化には、まあ急激な増加にはですね、ならないのではないかと考えています。三割か四割に落ち着くということなので。マスクの着用率によって幅はありますが、五月、八月、十二月に感染者が増加。ただ。 去年12月にピークを迎えた第8波ほどの感染爆発は今のところ予測されていませんなぜ去年に比べて感染者数が減るという予測が出ているのでしょうか第8波までで人口のですね4割以上の方が感染されたのではないかという結果が出ています 多くの方が免疫を有している状態1波から第4波までの感染者という方はあの2回感染の割合というのは約12%ということになります。つまりは多くの皆さんの免疫というのは一定以上維持されていることとなります。